皆さんこんにちは。フランスが誇る世界最大の美術館、前回来た時は嵐の直後だったので絵を描いてみました。ルーブル美術館の入り口にはいくつかあるんですけれども、今日はカルーゼルの方から入ってみたいと思います。地下鉄の駅にはソフチ、出口の案内板があり、こっちがルーブルと書いてありますが、反対側にもルーブルと書いてあり、こちらがカルーゼルの入り口になります。白い正方形のところに逆さピラミッドがあります。ここを入るとすぐにセキュリティ、持ち物検査があります。やっとルーブル美術館の中に入りました。だいたい30分くらい列に並んでかかりましたけれども、入りました。まずはリシュリューから見ていきます。いつも来るたびにこのフランスの彫刻から始めます。犬がいるからでしょうか、このフォルバスの像はとても好きで、毎回足を止めてしまいます。赤ん坊の足を犬がそっと舐めています。犬が舐めている部分が15センチずれていなくて、本当に良かったと思わせる素晴らしい彫刻です。こちらが有名なハンムラビ法典です。目には目を、歯には歯を、というのはここから来ています。メソポタミア文明のくさび型文字で書いてあるので全く読めません。実は大学生の時に一番最初にハムラビ法典見た時に興奮してしまって、触ってしまってすごい怒られたのを覚えています。次は古代エジプト、ギリシャ彫刻の多いシュリーの部分です。このセクションではやはりミロのヴィーナスが一番人気です。ミロのヴィーナスって有名なんですけれども、皆さん後ろから見たことあんまりないと思いますので、後ろに回ってみます。失われた左手にはリンゴを持っていたという説があります。後ろから見ても美しいヴィーナスです。教科書がいらない幸せなフランスの子供たちです。最後は有名なモナリザのあるドゥノンです。シュリーとドゥノンの境目あたりにあるのがこのニケ像です。英語では勝利の女神、ナイキと呼ばれます。スポーツブランドのナイキはここから名前が来ています。イタリアの絵画の部分にやってきました。これもレオナルド・ダ・ヴィンチ作の絵画です。今からモナリザを見に行きます。これがモナリザなんですけれども、すごい人で近づけないです。この絵、モナリザは人類にとって貴重すぎるので、本物はスイスの山のトンネルの中に保管されているという話もありますが、皆さんはどう思われますか？なんかこっちのモナリザもいいんですけど、実は反対側にすごい大きな絵があるので、こっち側を見た方がいいかもしれません。この絵はルーブル美術館で最も大きな絵になります。次はフランス絵画の部分に入ってきました。年金の受給年齢を62歳から64歳に引き上げるということで、その抗議デモの最中に訪れたパリ。ドラクロワ作のこの絵に、自分たちの権利は自分たちで勝ち取るというフランス人の人々の精神が凝縮されているように思えます。フランス海軍の船が難破して100人以上が亡くなり、15人のみが生き残った実際の事件を絵にした
ジェリコー作のこの絵には絶望と希望が渦巻いています。ジェリコーの後輩だったドラクロワさんもモデルとして友情出演しています。ルーブルで2番目に大きい絵画がこの重要な出来事を描いたものです。パリのノートルダム寺院で行われたナポレオンが皇帝になる儀式です。ここではナポレオンが妻のジョセフィーヌに冠を乗せるシーンとして描かれています。実際の式には出席していなかったナポレオンのお母さんもこの絵の中に入っており、上の方ではこの絵の作者ダビッドがスケッチをしています。地下では昔の王宮の跡をよく見ることができます。もう広すぎて大変です。出るだけでも大変です。ルーブル美術館はとっても広すぎて困る。今左側の岸、左岸に行くためにセーヌ川を渡っています。橋を渡ると天才バレエダンサーだったルドルフ・ヌレエフが昔住んでいた家があります。昼食は Google レビューで 4.4 ポイントのココリコへ行きました。値段と質のバランスの良い気軽に行けるカジュアルなフレンチカフェです。チーズハムサンドイッチのクロックムッシューと卵が乗ったクロックマダームを食べました。ハムもたっぷり入れてくれてありがとうございました。美味しかったです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。 See you next time. À la prochaine fois.